こんにちは、 DJ SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画視聴の際ちょっと遅いなと感じた方は画面右上の歯車マークを押せば倍速設定ができるのでお試しください。ロベシー・ラミレス対ラファエル・エスピノサなんですけど、これがどうやら一日早く対戦合意になりましたね。本来明日、入札だったんですけど、話がまとまったようですね。ロベシー・ラミレス対、ラファエル・エスピノサの再戦が、まあ、もうこれ決まりと言っていいでしょう。はい、もう決まりです。これ日にちと場所なんですけど、アメリカ時間12月7日、日本時間12月8日、まあ、メキシコ国境近くのアメリカ側、アリゾナ州フェニックスで試合が決まりました。これなんですけど、ダブルタイトルマッチですよね。この日のメインカードっていうのが、オスカル・バルデス対ナバレッテなんですよ。こちらがスーパーフェザー級ですよね。こちらも再戦です。これメキシコ人同士の戦いですね。オスカル・バルデスは、メキシコのスター選手ですよね。なのでかなり盛り上がりますよね。アリゾナ州フェニックスというところもね、もうメキシコ国境近くでかなりボクシングが盛り上がるところですよね。もうメキシコ系アメリカ人が多いところです。ラファエル・エスピノサ対ロベシー・ラミレスですね。ここ大注目ですね。前回が、チャンピオンがロベシー・ラミレスだったんですよ。そこでエスピノサが破って今はエスピノサがチャンピオンですね。そしてロベシー・ラミレスはもう一度指名挑戦者の位置まで来て再戦となります。この日がトップランクのダブルタイトルマッチですよね。これトップランク興行なんで日本で試合が見れるかどうかはわかりません。もしこれが見れるとすればワウワウが取り上げるかどうかですよね。これいつも思うんですが、トップランク興行をどうにかして日本で見れるようにしてほしいですよね。もういっそのことワウワウはエキサイトマッチをやめて毎週日曜日にこのまあ、トップラン興行をやったり何かしらね、もう海外の試合を放送してくれないものでしょうか。まあそうなるとね、プロモーターを決めないと放映権がありますからね、これ難しいんでしょうか。もういっそのことトップランク専属でできないですかね。ここはもうワウワウに願うしかないですよね。そして12月の興行が、これやばいことになっております。いや12月の興行本当にビッグマッチ連続ですよね。これをちょっとお伝えしていきましょう。まず日本時間でお伝えしますね。12月8日にそのエスピノサ対ロベシー・ラミレスですね。そしてオスカル・バルデス対ナバレッテ、これどっちも再戦なんですよね。はい、そしてその次の週なんですけど、ここビッグマッチですね。12月15日ですね。 WBA ライト級タイトルマッチでガーボンター・デイビス対ラモン・ローチですね。これラモン・ローチの方はスーパーフェザー級のチャンピオンを保持したままライト級に挑戦ですよね。これラモン・ローチが勝った際はどっちの階級にするか、まあ決めるというね、こういうのやめてほしいんですけどね、本当は。そしてそのアンダーカードに、フルトン対フィゲロアが入りますね。こちらもリマッチですよね。一戦目というのは、スーパーパンタム級で戦いフルトンが勝利しました。今回フェザー級での再戦となります。現在チャンピオンがフィゲロアですね。この WBC フェザー級は正規チャンピオンがレイバルガスなんですけど、レイバルガスは噂によると肩の怪我の手術のため休養王者になるそうですね。そしてフィゲロアが自動的に正規チャンピオンになるそうです。なのでフルトン対フィゲロアというのはおそらく、まあ、WBC フェザー級の正規タイトルマッチとなりますね。その他のアンダーカードというのはこれから発表となります。そしてさらにその次の週12月22日はなんとヘビー級のウシク対
フューリーですね。来ましたね。こちらもリマッチですよね。これがリアドシーズンですね。まあこれ個人的には、牛久が圧勝してほしいですね。フューリーにとどめを刺してほしいと思います。こちらの方のアンダーカードがちょっと今まだ分かってないですね。これが12月22日なんですよ。そしてさらにその2日後に日本で一番のビッグマッチ。井上尚弥対、サム・グッドマンが行われます。この日のアンダーカードというのが、まだわからないんですよね。噂によるとここにテオヒモ・ロペスが入ってくるというね、一部噂もありますね。そして武井良樹選手の対戦相手が誰になるのか。武井良樹対エストラーダ、これ来るのかどうか。ローマン・ゴンサレスなんて噂もありますけど、ロマゴンはスーパーフライ級にランクされてますよね、今。エストラーダの方がスーパーフライ級のジェシー・ロドリゲスとの再戦を断り、こっちのバンタム級で試合すると言いましたよね。なので、武井良樹対エストラーダが濃厚なのではないかなと思います。いやー、この12月24日のこの井上グッドマンの興行楽しみですよね。平岡アンディ選手はここには入らないということですよね。そして今年最後に、12月31日恒例の井岡和人対フェルナンド・マルチネスのこっちも再戦ですよね。これがほぼもう決定しているとのことですよね。井岡和人対フェルナンド・マルチネス。井岡和人にとっては、これ負ければもう引退試合ですよね。この再戦で、前回完勝したフェルナンド・マルチネスを攻略できるのか。今年最後の締めですよね。いや、12月本当にやばいことになっておりますね。そして、10月もね、本当にやばいことになっております。まずもうこれ明日なんですけど、今の時点でまだちょっと計量終わってないんですけど、これ明日ですね。IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチが行われます。IBF ライトフライ級のチャンピオンが南アフリカのシベナティ・ノンシンがですね、挑戦するのが日本の矢吹正道選手です。これ絶対王者のノンシンがですが、矢吹選手は今回ホームで、勝てるかどうか。これがアベマ TV で無料で中継されます。これが一応1試合目が12時からお昼から配信となっておりますね。メインがこれ夕方ぐらいになるのでしょうか。だからこれが明日なんですよ。そして10月13日なんですけど、ここもやばいことになっておりますね。まず早朝なんですけど、7時ぐらいかと言われているんですけど、これ、ライトヘビー級頂上決戦、ビボル対ベテルビエフという超ビッグマッチが実現しますね。これがダゾンのペーパービューですよね。これが大体日本で早朝の7時前後と言われておりますね。いやー、楽しみですね。これ先ほどちょっとインタビューで見たんですけど、このベテルビエフの方がボクシングは24ラウンド制にした方がいいとかね、ちょっと気違いな発言をしておりますね。いや、これ史上最強決定戦ですよね。そしてこの試合が終わると、次なんですけど、TB プロモーション興行が行われるんですよ。その TB プロモーションの興行というのが、メインイベントがジョン・リル・カシメロ対サウル・サンチェスですね。カシメロはもう TV プロモーション契約最後の試合ですよね。ここで勝てなければもう契約更新はしないということです。カシメロ事実上の引退になるかもしれません。なので確実にカシメロは勝っておきたいですよね。ただサウル・サンチェスも強豪です。はっきり言ってどうなるかわかりません。そしてセミファイナルがビンスパルス対キョグシロと、こっちも再戦なんですよ。これフライ級10回戦で行われますね。これキョグシ選手は絶対勝利したいですよね。さらにアンダーカードに小国幸典対フィリップス・ギシュンバのね、戦いがあります。だからこれ二人ともカシメロと戦ってるんですよね。小国選手はカシメロと負傷ドローで、ギシュンバはカシメロと、
まあ判定まで行ったんですよね。いやだからこれ勝った方がもう次もう一度カシメロというのもいいのではないでしょうか。これ契約ウェイとか111パウンド、8回戦で元世界チャンピオンの、谷口選手が、タイのパイパーロップと戦いますね。この日の興行というのが、一応12時45分から放送開始となっておりますね。Unext で中継ですよね。これメインのカシメロ対サウル・サンチェスっていうのが17時前後になるのではと言われておりますね。そしてその日なんですけど、これが終わると夜の部ですよね。夜の部はアマプラ興行。この日もすごいですよ。まず WBO 世界ライトフライ級王座決定戦で、帝拳ジムの岩田翔吉対ライトフライ級2位の、スペインのハイロ・ノリエガで決定戦ですね。これ岩田持っていくんじゃないですか。ただこのスペインのハイロ・ノリエガ選手、今ね、全勝なんですよ。14戦。14勝です。はい。ただ、3KO といって、かなり、まあ、技巧派なんですよね。岩田翔吉選手は2回目の世界挑戦なんで、もう持っていけるかどうか。そして、その次なんですけど、WBA 世界フライ級タイトルマッチで、ユーリ・アクイ選手対、タナンチャイ・チャルンパック。これ、タイの選手なんですけど、この試合が行われます。そして、セミファイナルで、WBC 世界フライ級王座決定戦。これが寺地健志郎対ニカラグアのクリストファー・ロサレス。こちらで争われます。このクリストファー・ロサレスの応援にカネロ・アルバレスが来ると言われておりますよね。このクリストファー・ロサレスのトレーナーがカネロと同じレイノソなんですよね。これ、健志郎はだからカネロの前でアピールできるかどうか。そしてその日のメインイベントが井上拓磨対堤聖也選手ですよね。ここも大注目です。そしてその次の日、10月14日なんですけど、ここ一番見物ですね。10月14日はメインイベント中谷潤人対ペッチの試合が入っておりますね。ここはまあ中谷選手何秒で KO できるかに注目したいと思います。そしてセミファイナルが那須川天心対、ジェリウィン・アシロ選手ですよね。これが WBO アジアパシフィックバンタム級王座決定戦ですね。天心選手は、まあ、初の地域タイトルマッチですよね。ここをしっかり勝てるか。そして世界戦を実現できるかですよね。そして WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチとして田中康生対プメレルカフ選手のタイトルマッチが決まっております。もう一つ、アンソニー・オラスクワガ対ジョナサン・ゴンサレスですよね。これだから、12日、13日、14日。いやもうボクシング三昧ですよ。いやもうボクシング強調月間ですよね、10月は。明日からね、自分もう実況頑張りたいと思うのでね、皆さんぜひ遊びに来てください。それではね、本日はここで終わりたいと思います。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録、あと X と Instagram、あと自分がサブチャンネルで行っている Kick と MMA をゆるく特集している格闘言いたい放題ラジオの方もよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。